こんにちは、スヤ畑菜園アドバイザーの野戸山です。いつものようにですね、今回も私がおすすめする有機無農薬で栽培する家庭菜園のやり方をご紹介していきたいと思います。今回はですね、1月のですねベスト5の紹介をしていこうと思ってます。今日は大晦日です。皆さん、この1年いろいろとお世話になりましたが、また来年も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。今年を振り返ってですね、暑かったですよね。それでまあこの気候に合わせるような栽培をしていかなきゃいけないなっていうのは勉強させていただきました。そしてですね、新しい家庭菜園が流星を極めてるのか、新しい面白い品種がどんどん登場してますね。今年もいろいろ挑戦してみました。その栽培についてはですね、来年皆さんに成功不成功を合わせて紹介していきたいと思いますので、また期待してほしいと思います。それでは今年最後の動画をこれから紹介していきます。来年の1月はですね、かなり気候が暖かくなってきてますから、完全にですね1月から新しい年の農園栽培スタートだと思ってください。もう1月にガン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 植えられる野菜もありますし、空いた土地があればですね、空いた土地をですねうまくですね養生して、春夏野菜をうまく栽培していく、そんなようなことをですね全て、やれるのが1月なんですね。2月3月になるとですね、もう春夏野菜の植え付けとかいろいろと忙しくなりますので、この空いた1月をですねどう過ごすかによってですね、来年1年の菜園生活がですね成功するか失敗するか決まってくるぐらいの時代になると思いますんで、ぜひ1月ちょっと寒いですけど、頑張ってほしいと思います。またですね、太陽熱利用のですね土作りの動画はですね、来年早々にでもお送りしますので、1月にやっていただければきっと春夏野菜がですねすくすく育つと思いますので、そんなのもちょっと楽しんでいただければと思います。というわけでですね、1月の栽培を紹介していきます。ポイントはですね2つあってですね、一つはですね宿根系と言いましてですね、地下茎やで年を越してですね何年にもわたっていく野菜があるんですね。そういう野菜の植え替えがこの時期にちょうどいいと思います。そしてですね、もう一つはですね、カムイ1月に植えてですね、春うまく育てたい野菜もこの1月が植え時になってきますので、そんな野菜をこれから紹介していきたいと思います。それでは5位に選んだ野菜から紹介していきます。さっき紹介した宿根系の野菜のニラです。ニラはですね、植え場所を選ばずにですね年に何回も収穫できる、そしてですねどんどん増えていく、畑に植えとくとすごい便利な野菜なんで、この時期にですね植えていただければいいと思います。ぜひ皆さんにも作って食卓を豊かにしてほしいと思います。この時期のニラはですね、地上部は枯れてきて、これ頭立ちしてですね花が咲いて、今種ができている状態のニラですね。ニラはこの種をですね植えても育てることができるんですけれども、種を植えるとですねその年はですねあまり大きく育たないんで、2年越しの栽培になってしまいますんで、すごい勢いですねこうやって地下茎が増えてきますんで、これをですねこういうふうに株分けして植えていけばですね、またこれがどん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 増殖するっていうのがニラです。もしお知り合いでですねこうやってニラを作っている人がいたらですね、ニラ分けてくれないっていうとですね喜んで分けてくれると思いますんで、それで栽培を開始するといいと思います。このように、一つ一つばらして植えていけば、これがまたこういうふうに塊となって生えてくるような野菜です。それとですね、ここにですね今はもう種になっちゃってますが、つぼみができるんですね。このつぼみをですね食べるとですね、今年発見したんですが実に美味しいんですね。ちょっとニンニクっぽい味もありますし、ニラの味が強烈にするんで、植えてるとですねこうやって花が咲いて頭立ちします。その時のこのつぼみもですね食用になるんで、来年楽しみにしながら栽培をしていただくといいと思います。4位に選んだのは同じ宿根系のですね、今度はミョウガです。ミョウガはですね日陰を好んでですね、ジメジメしたところでもどんどん繁殖していきますので、畑のデッドスペースですね、例えば家の陰になって日の当たらないようなところを利用して作れる非常に便利な野菜なんで、ぜひこれも植えておくといいと思います。たくさん食べるものじゃないですが、あるとですね食卓が豊かになるのでいいと思いますね。すでに一度植えればですね、もう本当一生もので、どんどん毎年毎年同じ場所にねミョウガが出てきますんで、でどん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 増えていくという非常にいい野菜なんで、ぜひこの機会に株を手に入れて植えてほしいと思います。これがですね枯れたミョウガの下の部分ですね、こういうふうにですね根があって、もうここにこう芽がたくさんついてるんですが、この芽から
新しい茎がですね春に出てくるんですね。こういうのをですね掘り出してですね2つとか3つに分けてですねこう植えていけばですねどん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 増えていきます。このぐらい大きいんでしたらですね40センチか50センチ空いてですねこう植えとくと増えていきますんで非常に便利なので、これもですねこういう形のものも売ってますが、もしお知り合いにミョウガを作っている人がいたらですねお裾分けしていただければですね嫌な顔しないで多分分けてくれると思いますんで作ってみたらいいと思います。で収穫がですね2回できるんですね。最初はですねこうやって植えとくとですね芽からですね新しい新芽が出てくるんですね。この新芽がですねミョウガタケって言ってですねこれもすごい美味しいんで、僕はこのミョウガタケっていうのがですね大好きなんですね。春一番にだいたい4月から5月頃どん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 ここのとこに生えてきて芽が出てきます。アスパラガスみたいなもんですよね。それを取るとですねミョウガよりもですね柔らかくてですねちょっとそそとしたミョウガ味なんで大好きです。そしてですね本番はですね花ミョウガという、まあ、皆さんがご存知のこういうミョウガですよね。あれはですね2種類ありましてですね7月から8月にかけて取れるミョウガの品種と8月の終わりから9月にかけて取れるミョウガがありますんで、この2種類を植えとけば長い期間収穫もできますし、真夏のですね冷ややっこにどうしてもミョウガをつけたいっていう方は7月8月取れるミョウガを植えればいいと思います。今ですね野菜っていうのはもうほとんど90何%外国産なんですが、ミョウガはですね数少ない日本古来の野菜なんで、こういう味を楽しんでいただくのもいいかなと思いますんで、ぜひどっかにミョウガを植えていただきたいなと思います。それではですねこの畑のミョウガを植えてる場所をこれから紹介します。隅っこの方です。こちらです。こういう隅っこの方です。今何もないと思うんですがここ掘ってみますね。ここにこうやってありますね。これがミョウガです。こういったですねちょっと日陰になるところに生えるといいんで、非常に便利な野菜ですね。ぜひやってみてください。3位に選んだのは玉レタスのシスコです。私はですねレタスがもう大好きでですね、真夏以外はですねいつもですね他の野菜の脇にですねスペースがあれば種をまいて作ってます。ブロッコリーやですね大根、そら豆とかエンドウ植えてると思うんですよね。そういうのですね脇にですねその野菜を風よけにですね植えてあげればですね育ってくる便利な野菜です。サニーレタスっていうのが一般的でですね、これの方が作りやすくてこれもおすすめなんですが、ここではあえてですねこの玉レタスっていうのをですね選んだのはですね、玉になるっていうのがですね栽培してるとですね嬉しいんですね。玉レタスを作るのに一番作りやすいのが今の時期にですね種をまいてですね4月から5月に収穫する栽培なんですね。そうするとですねまず確実に結球してですね玉レタスが食べられますので、一度ですねこの時期にレタスを作って食べていただきたいなと思いまして、3位にこの玉レタスを選びました。第2位に選んだのは、紹介するまでにちょっと見ていただきます。ここにですね夏に植えた人参があります。この人参をこれから植えようというのが2位に選んだ野菜です。抜いてみますね。結構太いですよね。こういう太いのはですねだいたい叉根になってると思うんですよね。抜いてみますこんな形になってました。食べるには全然差し支えないしいい人参だと思うんですが、形はですね変な形でした。これが今採れた人参です。ということで2位に選んだのはですね、人参の千浜という品種です。甘さがあってですねジュースにしても美味しいっていうんで評判の品種です。人参はですねこの夏皆さんも作ったと思うんですが、雨が少なくてですね暑くてですねもうほとんどの人が失敗しましたよね。人参なんてもう二度と作るかと思ってる人が多いと思うんですが、これからです。今です。1月にですね種まきする人参はですねあんな難しいことはありません。すくすくと育ってですね7月頃には収穫できますので、夏に人参に懲りた人もぜひ1月から2月にかけての人参栽培に再チャレンジしてほしいと思います。
最近ですね、人参ってほとんど売ってるのがですね、ペレット品種になっちゃったんですよね。白い玉になってる、コーティングされたし、あれですね、僕すごくですね、発芽させにくくて使いにくいと思ってて、普通の種の方が大好きなんで、その普通の種を探してたら市販っていうのがあったんで、僕はこれをお勧めしたいなと思ってます。こちらの方がですね、種の数多いですし安いです。そしてですね、人参の栽培ってですね、ケチケチ種をまくんじゃなくて、ちょっと多めにまいた方がですね、確実に、発芽してきて確実に育ちますんで、種の数が少ないコーティング種子をですね、こう4センチ5センチ間隔に植えるよりも、ちょっと厚巻きでこっちをまいた方が作りやすいと思いますので、コーティング種子じゃない普通の種を持ってる品種で、この時期にですね、栽培できる品種を選んで栽培してみてください。この時期にですね、とう立ちが早くて栽培できない品種もありますので、必ず種袋でこの時期栽培できるか確認してから品種を選んでほしいと思います。それでですね、もうすごい寒いですよね、この時期。ですからですね、必ず穴あきマルチを使ってください。種をまいたら不織布を2枚重ねして保温して、できればですね、その周りにですね、ビニールトンネルをつけてですね、完全に保温した状態で植えてください。この時期ですね、種が腐らないんで、なかなか発芽しないなと思っても、種がですね、発芽するっていう条件が揃えばですね、遅い時は1ヶ月ぐらいかかる時がありますけれども、待ってれば発芽してきますんで、この時期の人参は発芽しないってことがほとんどありませんので、安心して待っててください。収穫はですね、さっきもお話しましたが、6月から7月頃に取れます。早めにですね、葉人参として食べても結構です。それでは今年最後のランキングのナンバーワンを紹介したいと思います。それはですね、ジャガイモのインカの瞳という品種です。この芋をですね、割ってみるとですね、見てください、こう黄色いですよね。まるで栗のような感じですよね。これが特徴の栗のような甘みのあるジャガイモです。皆さんですね、インカの目覚めっていう品種をご存知の人もいると思うんですけれども、インカの目覚めっていうのがですね、もっとこれよりも小さくてですね、美味しいんですけど作りづらい品種だったんですね。それをですね、改良して、新しく登場したのがこのインカの瞳です。インカの目覚めに好きだけどちょっと収穫量が少ないな、もうちょっと簡単に作りたいなと思ってる人は、ぜひこのインカの瞳に挑戦してみてください。これがですね、有名な男爵芋ですよね。芋の形としてはこんなに違いますけれども、こういうのがジャガイモの世界です。ジャガイモなんですけれども、1月早いよねと思う人もいると思うんですけど、今までですね、ジャガイモの植え付けって言われると3月初めに植えて4月に芽が出て7月に収穫っていうのが今までのジャガイモの栽培のスケジュールだったんですが、ジャガイモってですね、この武骨な芋の割にデリケートでしてね、暑いのも寒いのも嫌いなんですね。今もう6月に入るとですね、ジャガイモの嫌いな30度を超えるような温度になっちゃいますんで、枯れてきちゃって実も太らないんですよね。なんでできるだけその時期にならない前に収穫したいんで、早めに植えるっていうのが大切です。1月にですね、種芋を購入してですね、芽出しというですね、こうやってジャガイモから芽が出る状態を作り出して、これを植えるとですね、スムーズに成長しますんで、そのためにはもう1月からこの芽出し作業を開始してほしいと思います。ということで、ジャガイモをベストワンの1月の栽培に選びました。すごい種類があるんで、品種選びも楽しめるのがジャガイモのいいところです。栽培法はですね、ほとんど違いありません。こちらの男爵が僕は一番作りやすいと思いますが、面白い形味の芋もありますんで、どれかを作ってみてください。このジャガイモのですね、栽培については別の動画でもですね、1月に入ったら紹介しますので、それを参考にしていただけるとありがたいと思います。今回は以上です。1月に栽培をおすすめするベスト5を紹介してきました。このようにですね、今後もですね、有機無農薬で作る栽培のいろいろご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。それでは来年また会いましょう。バイバイ。良いお年を。